2022年1月16日、エピファニー光源節の第二シリーズの礼拝を始めます。どうぞご起立ください。最初に講読文です。詩編の23編を司会者と皆さんとで交互にお読みしましょう。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の水辺に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の陰の陰を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の生きる前で、あなたは私の身上に食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。開会の祈りを捧げましょう。父なる神様、レントまでの間、イエス様の御業をたどり、またその教えを学ぶ時を与えられました。心から感謝します。神様、また明日はキング牧師の記念日です。彼は暴力によって殉教しました。徹底して非暴力を唱え実践しました。彼の死からまだ54年しか経っていないのに、キング牧師がその運動に参加する人たちを教会に集め、賛美と祈りと説教で導いたことを人々は早くも忘れてしまいました。そして人種差別を口実にした暴力や犯罪が頻繁に起こるようになりました。人々の命と、また私たちのこの社会の安全、あるいは法の秩序が脅かされています。どうぞこの国の指導者たち、また私たちが力によらず、あなたにあっての問題の解決を求めることができるように導いてください。この礼拝の祝福とともに、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。新聖歌の212番雨なる喜びを賛美します。風さえ吹かれる、
私たちの信仰と愛を主に向かって告白いたしましょう。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を取り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たり、生けるものと死なれるものとさばきたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動に加え、聖徒を祈り、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずす。アーメン。お座りください。新詩266、罪と咎は許され、お賛美します。今日の世界のための祈りはパキスタンです。天の父なる神様、この時間パキスタンのために祈ります。パキスタンは福音が伝わっていない国として、イスラム教徒の人口が世界で2番目になるほど多い国です。この国で暮らす350を超える種族はまだ福音を聞くことができません。メディアが導く権威主義のイスラム教徒は少数ですが、国家全体に深刻な影響を与えています。国を分裂させ、そのことにより数百万人が貧しさの中で暮らしています。主よ、どうかこの国をすぐにでも回復させてくださいますように。夢とビジョン、
キリスト教的な証だけではなく、ラジオとテレビのようなメディアを通してもイスラム教徒たちがキリストに立ち返っています。しかしイスラムから改宗したクリスチャンたちと他の宗教の人々は失敬、まだはひどい懲罰を受けることもあります。主よ、この地の少数のクリスチャンをあなたが守ってください。まだ彼らに仕えるリーダーたちがこの地に立てられますように。人口の 50% が15歳以下の青少年で、その中の多くの学生は教育を受けた階級の人々ですが、慢性麻薬中毒の学生が約700万人に及んでいます。この地の若者たちが福音を聞き、霊的に癒されて御国のために生きる霊的使徒者として立てられますように。この地を主の皆で祝福いたします。救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、偉大なあなたのお名前を賛美いたします。コロナウイルスの感染拡大により2週間集うことができませんでしたが、またこのように共に集い礼拝を捧げることのできる幸いに心から感謝いたします。個人的にも親しい友人をはじめ身近な人の感染を頻繁に耳にするようになりました。気をつけていても感染してしまう状況です。どうか私たち一人一人の生活をあなたがお守りください。このように難しい状況の中だからこそ、より主を仰ぎ見て信仰を固く確かなものにすることができますように。主はいつも私たちと共にいて御手を伸ばしておられますが、その手を握るかどうかは私たちの選択です。良い時も悪い時も伸ばされた手を握って主に信頼し期待しながら日々を過ごすことができますように。今日も御言葉を語ってくださる中尾先生をありがとうございます。中尾先生に油を注ぎ語られる御言葉を祝福してください。私たちを愛し許し、また命と希望をくださったイエス様を知り悟らせて、この主を生きる力を与えてくださいますように。この礼拝のために仕えてくださるお一人お一人を主が覚え憐れんでください。この礼拝の始めから終わりまで主にお委ねいたします。感謝して愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ルカ7の36から43。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に靴付けして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、
どんな女であるかを知っておられ おられるはずだ。この女は罪深い女なのだからと心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の人は一人は500デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。市民が余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は合っていますと言われた。日本に名古屋学院という学校があります。日本でなんとか学院と言いますと、大抵クリスチャンの学校なんですね。この名古屋学院の前身は1887年と言いますから明治20年のことです。フェレデリック・チャールズ・クラインという方が宣教師として日本にやってきて、名古屋で伝道するためにまず学校を作りました。名古屋英和学校と言います。それがこの今は中学校、高校、それから大学、大学院を持っている大きな学校になりましたが、名古屋学院の前身でありました。そのクライン宣教師はこの学校のモットーを敬神愛人とそう定めました。神様を敬い人を愛するというわけですね。英語では Fear God, Love People。 でこのモットーは関西学院大学、それから慶和学園大学、横須賀学院、そういういろんなところで同じモットーが用いられています。西郷隆盛の座右銘も敬天愛人ですね。神様の代わりに天となっていますが、その天はもちろん神様を指すわけです。九州学院などは敬天愛人の方を使っているようです。神様を敬い人を愛する、この言葉が現代の若い人にどれだけ通用するかよく分かりませんけれども、かつての時代の人はその人がどんな信仰を持ってらっしゃっても、この世には人間以上のお方がいらっしゃる。人はそれを敬わなければならない。そういうことを知っていました。それが当たり前のこと、当然のことだったのです。しかし今日では多くの人々が目に見えないものは存在しない、そういう唯物思想に洗脳されています。目に見えない神様を恐れ、敬うということがなくなったのです。そしてそこからさまざまな不道徳が生まれました。犯罪が生まれました。唯物思想では人間は他の動物と何も変わりません。人を物と考えるわけです。そしたらその物には人権などはありませんからね。人権という概念は唯物思想にはありません。ですから唯物思想の国で平気で人権侵略が行われる、人権侵害が行われるのはそのためです。神様を恐れ敬う、これがなかったら人を愛するということ、つまり人を人として、動物でもない物でもない、それぞれが神様に作られたその特別な存在であるとして、人を人として愛するということがなくなってしまうのです。神様を敬い人を愛する、これはどこから来た言葉でしょうか。マタイ22の37から
39です。で西郷隆盛も敬天愛人と言いまして、おそらくその時代にはキリスト教に触れた人たちが大勢いましたから、西郷隆盛自身がクリスチャンであったかどうかは分かりませんが、とても本当に、まあ、言えばクリスチャンらしいようなそういう生き方をしていますよね。で内村鑑三の代表的日本人という本があるんですけれども、その中に彼のことが本当によく書かれています。まあ、それはともかくとして、おそらくマタイ22の37から39のこの言葉が明治の日本人にもよく知られていたんじゃないかと思います。イエス様はこう言われました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。これは旧約聖書の申命記レビ記にある言葉をイエス様がそのまま引用なさいました。イエス様は聖書の言葉通りに神様を愛するというところにも、隣人を愛するというところにも、両方同じ愛するという言葉を使っていらっしゃいます。私たちは神様を恐れ敬えと言われたらもう分かりますよね。分かりやすいです。ところが聖書の言葉通り、またイエス様が教えられたように、神様を愛しなさいと言われたら、え、神様を愛するの、というそういう驚きがきっとあると思うのです。聖書も誠の神様も知らなかったとき、私たちは神様を愛するなどといったことを考えていましたか？おそらく考えなかったと思うんです。配偶者や恋人を愛する、それは分かります。尊敬する人に憧れる、これも分かります。家族や友人を大切にする、よく分かりますね。子供や孫を可愛がる、これもある年齢になれば皆さん分かります。そんな風な愛の思い、それと同じような愛の思いで神様を愛しなさいというわけです。そういうことは今までおそらく日本人は考えなかっただろうと思いますね。神様は軽んじたら罰が当たりますよということは親から教えられました。ですからないがしろにしてはいけないということは心のどこかにあるんですけれども、だからといってどこにいるかわからないような神様にそんなに親密に愛するというふうな親密な関係持てるんだろうか。そういう神々とはほどほどのお付き合いをしておけばいいんだと、そんなふうに考えて長い年月を過ごしてきたのではないでしょうか。ところが聖書には神様が人を愛した、そして人はこの神様を愛して生きていくんだということが書かれているんです。神様は単刀直入にこう言われます。私はあなたを愛している。I love you です。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。イザヤの43の4です。そしてマラキの1の2は、私はあなた方を愛しているとあります。そしてさらに聖書を読んでまいりますと、主はあなた方を恋したった、そういう言葉さえあるわけです。恋したと訳されています。そういう激しい求める愛というものさえ神様は私たちに対して持ってらっしゃるというのです。
この神様の愛を知った人々もまた神様を愛し神様を恋したいました。鹿が谷川の流れを慕い会えるように、神よ、私の魂はあなたを慕い会えます。詩編の 42-1 ですね。また詩編の 84-2 は、私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。詩編の 116-1 では、主は私を、私は主を愛する、主は私の声、私の願いを聞いてくださるから、そういう叫びがあります。 I love you Lord という賛美がありますけれども、本当に真心から神様を信じた人々はこのように神様への愛を言い表してきたのです。イエス様はご自分を信じる者に、あなたは私を愛しますかと言っておられます。そして私たちの愛が冷えた時には、あなたは初めの愛から離れてしまったと叱ってくださるのです。こうした言葉は信仰とは何かを教えてくれますね。信仰とは理論的に神様を理解することではない、儀式や戒律を守る、そういったことの中にあるわけでもない、良い行いを積み重ねることの中にでもない。それは私たちが神様から愛され、私たちが神様を愛するということの中にある、それが信仰なんだということをイエスも私たちに教えてくださったのです。このような神様と人との愛の関係を教えている書物、それは聖書以外にありません。私もたくさんの書物を調べましたけれども、どの宗教でもこんなに私たちを愛してくださる神様、また私たちが愛することのできる神様を教えているものは一つもありませんでした。そしてこの神様の愛を目で見て手で触ることができるほどに具体的に表してくださったのはイエス・キリストのほか誰もありません。私たちは聖書とイエス・キリストによってこの神様の愛を知ることができます。神様と人との愛の関係を学ぶことが初めてできるのです。さて今日の箇所ですが、ここにはこの神様の愛を知らなかった人と知っていた人と二人登場しますね。神様の愛を知らなかった人とは、イエス様を食事に招いたシモンという名前のパリサイ人です。このパリサイ人というのは聖書に精通していた人たちでしたから、神の愛について語れと言われたらもうとうとうと聖書をあちらこちら引用して語ることができたでしょう。でも彼らは神の愛を言葉の上では知っていても実際には体験していなかった人でした。彼らにとって神の愛と自分たちパリサイ人が先祖伝来の伝統に従って生活をしている、それが神様に愛されている証拠なんだ、もうこれ以上神様の愛はいらない、彼らはそう考えていたわけです。ですからパリサイ人の多くは全ての人に注がれている神様の愛を教え、それを行いで示されたイエス様に反発を覚えていました。自分たちだけが愛されている、他の人たちはそうでないと彼らは考えていたからです。そんなパリサイ人であるのに、このシモンがイエス様を食事に招いたというのはどういうわけでしょうね。おそらく善意からというよりは、イエス様の言動のうちにイエス様を非難する、そういう非難の種を見つけようとして
バレたのではないかな、偽善的にバレたこと、偽善的にしたことだと思われます。そしてイエス様を批判する機会がすぐにやってきました。その町で罪深い女と呼ばれていた一人の女性がイエス様の足に香油を注ぎ始めたからです。それを見ましたシモンは、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだから、そう心の中ですか、心の中で言いましたね。神に選ばれた人ならこんな罪深い女から香油などを受けるべきではない、このイエスは聖なる預言者ではない、ただの俗人だというふうに、このパリサイ人シモンは自分勝手な判断をしたのです。イエス様はシモンの心を見抜きまして、一つの例え話を始めました。それはこういうものです。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。短くて単純な話です。この例え話は、私たちは皆罪という借金を負っているんだということを教えています。聖書で罪は負い目、負債、借金として描かれています。私たちは神様に対して罪という負債を持っていて、それを払いきれないでいる。けれども愛の神様は私たちの負債のすべてを引き受けてください。ご自分の命によってイエス・キリストはそれを支払ってください。その救い主イエス・キリストを私たちに送ってくださったのです。けれどもシモンはイエス様をそのような救い主として認めていません。預言者の一人だと考えていたけれども、ここでは預言者でもないなこの人は、とそう思うようになっています。イエス様が罪を許すことのできるお方であることを信じていなかったのです。そして自分はこの女のように罪深くはないんだ、そう考えていまして、罪の許しの恵みがどんなに大きなものか、それを理解していませんでした。イエス様はこのシモンに、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるかと質問しています。金貸しを愛するっていう人っていますかね。いないでしょうね。おそらくこの借金をチャラにしてもらって、それを借金を許してもらったと言って、ああよかったなと思うけれども、その許してくれた金貸しを愛するっていうのはちょっと言葉がね、イエス様にしてはおかしいなと思うのですが、でもイエス様はあえて愛するという言葉を使うことによって、自分がどんなに多くの罪を許されたかを知る人は、罪を許してくださった方を愛せずにはおれなくなるんだということをここで言おうとしたのです。パリサイ人シモンは自分の罪を正しく見ませんでした。悔い改めることをしませんでした。罪の許しの恵みを体験しませんでした。神様の愛を知ることも神様を愛することもなかったのです。けれどもこの女性は神様の愛を知っていました。シモンが金貸しから50デナリ借りていた人だとしたら、彼女はこのイエス様の例えの中のね、500デナリを借りていた人に当たるでしょうね。もっともシモンは自分が50デナリだったらこの女は5万デナリだ、
いや、50万デナリだとそう思っていたかもしれません。しかし彼女は自分の罪が、本当に私は5万デナリです、50万デナリです、そのように認めていました。自分の罪がどんなに神様の前に大きなものか、深いものか知っていました。しかもその負債が雪だるまのように増えていって、自分ではどうにもならないその負債に彼女はあえいでいたのです。そんな時彼女はイエス様に出会いました。イエス様によってその罪を許されました。彼女はより多くを許されたので、より多くイエス様を愛するものになったのです。イエス様はシモンに言われました。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかった。この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。44節から46節です。当時大切なお客様を食事に招くときには、まず食卓に案内する前に汚れた足をきれいに洗います。それから口づけして挨拶を交わします。そして頭に香油を注いであげるという、そういう習わしがあったのです。ところが、シモンはそのどの一つもイエス様に対してしていません。しかし、シモンがしなかったことを彼女はしていますね。それは、罪を許してくださった方への彼女の愛の表れでした。イエス様は言われました。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。シモンのように自分の罪を小さく見積もって許される必要を感じない人は愛することも少ないのです。しかしこの女性のように多くの罪を許されたことを知っている者はより多く愛するようになる。世の中で一番美しい光景は、人々が罪を悔い改め、神様に立ち返り、神様を愛するようになる姿だと思います。ビリー・グラハムや、もうビリー・グラハムは亡くなりましたが、その後を継ぐようにして、同じような大きな伝道集会をしていらっしゃるグレグ・ローリー先生の、そういう集会で、人々が次々にステージの前に集まる姿は本当にいつ見ても感動します。そうしたことは別に大きな集会だけではありません。スモールグループの中で、また牧師室での個人的な面談の中でも何度も起こりました。神様はマルチン・ルサー牧師やマザー・テレサなどノーベル賞を受けるような特別な人たちを選んで大きなことをさせ、それによってご自分の栄光を表されますが、そればかりではないのです。自分の罪を知った人が悔い改め、罪の許しの恵みの中に生きるようになる、より神様を愛するようになる、そうしたことを通して大きな大きな栄光を表してくださるのです。イエス様は彼女に言われました。あなたの罪は許されています。
イエス様は罪を許すことのできるお方です。私たちは皆あなたの罪は許されています。この言葉を聞くためにイエス様のもとにやってきました。あなたの罪は許されている、私はあなたを愛している、この言葉を聞きましょう、信じましょう。そしてより多く神様を、主を愛するものとさせていただきましょう。お祈りをしましょう。父なる神様、あなたは私たちの多くの罪をイエス・キリストによって許してくださいました。そうなのに私たちがあなたやイエス様を少ししか愛さないというのはどうしたわけでしょうか。自分の罪がどんなに大きなものだったか、またそれを許してくださったあなたの愛がどんなに深いものであったかを忘れてしまっているからだと思います。今日主が教えてくださったことをよく理解できますように、罪の許しの恵みがどんなに大きなものか知らせてください。それを体験させてください。主よ、あなたを愛しますと言い表してあなたを崇めるものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。賛美を捧げましょう。Thank you.
たを祝福し、あなたを守られますよ。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。アーメン。今月は詩編の23編を礼拝の最初の言葉に選んでいます。今月中にできるだけ詩編23編全部を覚えるようにしてみてください。3月に暗唱聖句大会があるようですので、覚えたのをみんなで発表しましょう。その他特別なことはありますよね。大丈夫ですね。はい。日本大体の地の神様、今日の礼拝ができましたことを感謝します。神様、愛することをまだまだ学ばせていただいていかなくてはいけないですけれども、どうぞ私たちが神を愛する喜びを味わうことができるように導いてください。今コビナの感染がかなり拡大していますけれども、どうかお一人一人をあらゆるところであらゆる面で守り、特にこのような業界に連なるお一人一人を神様がお守りください。またマサヤさんもかなり弱っておられますけれども、どうぞマサヤさんを主の心を強め、どうぞ本当に平安を与えてくださるように、痛みが少なくて済むように、どうぞ主は共にいて助け守ってください。またここにいらっしゃるお一人一人の健康と仕事と生活と全てをお守りください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Go in peace. 平安のうちに行きましょう。Thank you.